ちゃっ、こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も3連戦振り返るの時間がやってまいりました。来たね、9月入って、まあ、本当に佳境に入ってきて、うん、まあ、9月本当暑い戦いが続いてるけどもね、外もまだね一回涼しくなったかと思ったらまた暑いから、うん、皆さんデーゲームなんか特に大変ですけど、まあそりゃそうだな、うん、まだまだデーゲームでは暑いかもわかんないけども、うん、まあでもそんなことも言ってられないよね。前まあ、3連戦どうなったかということではい、ね、もうね各チームもうなんていうの、対戦相手ごとにいろいろとありますね、ね、はい、ということで、はい、神林ちゃんよろしく。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでこうなりました。はい、セ・リーグ、セ・リーグはね、はい、巨人と DeNA だけもともと2試合だったので、はい、2試合です、うん、広島と中日は中日が2勝1敗の勝ち越し、はい、ヤクルトと阪神は阪神が2勝1敗の勝ち越し、はい、巨人と DeNA は1勝1敗ずつということになりました。はい、はい、じゃあまず広島対中日ね、うん、広島大瀬良、九里、玉村、はい、中日の方が松葉、福谷、柳ということで、うん、ね、1戦目3対0、はい、ね、中日ということで、まあこれ初回、まあ、中日が2アウトからカリステヒット、うん、細川、ツーランホームラン、はい、で宇佐美がソロホームランでもういきなり3点取られちゃうんだ大瀬良が、うん、まあそんなに悪いっていう感じは受けなかったんだけども、やっぱ立ち上がりを捉えられたということだよね、うん、でね、その裏、まあ、秋山ヒット、うん、上本ヒット、うん、まあ、しかし秋山が三塁へちょっと欲張って走塁死をするんだよ、うん、こっからちょっとやっぱちょっと流れが悪くなったな、ね、広島のね、うん、でやっぱこう松葉の立ち上がりっていうのは、はい、すごく警戒してたと思うんだけども、うん、その後小園がヒット、ワンアウト一二塁、ね、4番堂林がフォアボール、うん、やっぱねここでもねちょっと広島の悩みというか、うん、これが見えるのが、末金を使ってたんだけど末金がちょっとね状態が悪かったりだとかすると、うん、やっぱ変えるんだよね、はい、でこの日は堂林を使った、うん、でワンアウト満塁になって、はい、で続く坂倉菊池っていうのが、うん、まあ、打ち取られて点にならなかったのよ、はい、まあ、坂倉も若干疲れてきてるのかなっていうような気もしたけども、うん、やっぱこの初回のこの走塁死、うん、でこれがちょっともったいなかったかなという、うん、でね、レフトを守ってた中日のカリステ、うん、まあ、普段あんまり高層級はしないんだけどもここにこの時に限ってはドンピシャ来たね、すごいね、ストライクのいいボールが飛んできました、うん、やっぱりね走者もあどこに飛んだ、誰が守ってる、うん、まあ、そういうことで冒険したりだとかまあいろいろしていくんだけども、うん、まあ、カリステということで、まあ、走ったと思うんだよね、はい、でもこの時には限ってすごいいい送球が来たね、うん、でアウトになった、まあ、これセーフになってたらまた局面が全く変わってたと思うんだけども、うん、まあでもアウトになったらもうちゃんちゃんだよね、うん、あ何にもならないという、はい、でこの試合はね、まあ、3対0ということで、うん、まあ、完封されるんだけども、はい、その完封の中に中日の守り、まあ、初回にカリステの好送球があって、はい、まあ、8回には板山がバックトスでダブルプレーを完成させるとか、うん、まあ、9回には福永のサードゴロね、うん、ライン際の、はい、あれを取って見事に、まあ、一塁に刺したりだとか、うん、まあ、非常になんていうんだ、まあ、守備で、うん、すごくこうチームを中日が支えたかなというね、うん、まあ、そういうことだったんだけども、はい、まあ、広島は、まあ、これで4連敗という、うんうん、で、まあ、投手陣、まあ、これは後でまとめて言うか、うん、ね、投手、あの、まあ、広島のピッチャー陣全体的な話はね、うん、じゃあこの日の特に大瀬良投手は、うん、まあそのやっぱ初回だよね、ね、そこだけですもんね、いやこれがね、うん、広島にとっては今ね頭の痛い種になってんのよ、なるほど、うん、だからこれも最後ちょっとまとめて話すけども、はいはい、で2試合目、うん、この試合は2対1でまあ広島が勝つという連敗を止めるというね、はい、で九里が頑張りました。6回3分の2、うん、103球、5安打、7三振、無四球、1失点というね、うん、で投げ合ったのが福谷、はい、5回87球、6安打、3三振、
一つのフォアボールに2失点という、うん、まあ双璧な投げ合いだったんだけどもね、うん、まあだけど、まあ、4回に坂倉が先制ソロホームラン、はい、まあこれ15、うん、まあ4年連続2桁かな、うん、のホームランで、5回には秋山タイムリー、うん、で7回に1点返されるけども、まあこういうこう締まったゲームでは広島の中継ぎ陣がやっぱりいい働きをする、うん、でハーン、はい、島内、栗林で逃げ切るというね、うん、こういう試合をね、まあ広島はしたいわけよ、うん、だけど3戦目、はい、今日もちょっとね、3戦目は玉村対柳、4対3、うん、中日が勝つんだけども1点差ね、こんな僅差ですけど、はい、で初回、うん、中日、まあ、3点先制というね、また、はい、1戦目と一緒ですね、そう、福永のツーベースヒットで先制、うん、細川がまたツーランホームランを打つんだわ、うん、ここでね、うんうん、で4回には木下がソロホームラン、まあここでもう4点リードされるわけで、その裏末金タイムリー、石原の内野ゴロの間に2点を返すけど4対2、うん、で5回には野間のタイムリーが出て4対3、うん、まあしかし1点足りないわけ、そうね、でね、広島の戦い方の特徴としてやっぱりピッチャーが頑張って1点ずつを取っていく、今年は広島の攻撃があるんだよね、うん、でいきなりね、やっぱ初回から大量点取られると非常に攻撃の方も仕掛けられなくなるし、うん、苦しくなるんだよね、うん、でね、ちょっと調べたら3日、ね、9月3日、うん、森下が4回までに5失点してるの、はい、うん、で 4日にはアドゥアが初回5失点ありましたね、あったでしょ、うんうん、で大瀬良が、まあ、やっぱり初回3失点という、うんうん、ね、うん、で今日また3失点でしょ、田村投手ね、はい、うん、だからね、これ打線の力から考えると、うん、やっぱね、初回とか早い回にこうやって大量点を取られるともうね、攻撃の方も困るわけ、大体その早い回というか、ここのところは1回に取られるケースが多いですよね、多いな、うん、だからこの3戦目でも、うん、3戦やった中でも、うん、大瀬良が初回に3失点、玉村が初回に3失点という、うん、だからね、追い上げてはいくんだけども、どうしてもやっぱこう大砲がいないだけに、溜めてドカンって同点っていうことがなかなかない、うん、だからそれだけにやっぱこうちょっと苦しいよね、うん、だから今後その優勝するためにはやっぱピッチャーが先取点を与えないっていうのはもう広島にとってはマストだね、うん、やっぱ点を失っていくとちょっと苦しくなる、だからといってやらないわけには、絶対ゼロに抑えるっていうことはなかなか難しいと思うけども、うん、やっぱね、味方が点を取ってくれるまで我慢するとかさ、まあそういうふうにやっぱもうここに来て今年の戦い方を見るとやっぱピッチャー中心の戦い方してるから、うん、もうちょっとだからピッチャー頑張らないとね、もうここに来てね、疲れだったりね、うん、暑さだったりいろいろね、まあ、あるのでね、まあ、ピッチャー陣は大変でしょうけど、うん、まあそれは大変、ね、ただね、1点だったらいいのよまだ、ね、あ、ソロホームランで先制されたとかそんなんだったらいいけども、やっぱね、いきなり3点とかだとやっぱ重い、そこをなかなか切り替えていつもの戦いというのはなかなか難しいんでしょうね、いや、やっぱ追っかけようとはするよ、うん、するけど相手だってやっぱ他にもチャンスがあるわけだし、うん、点を取られるケースだってあるわけだから、まあ今日なんかそうだよね、うん、いきなり3点取られて木下に、うん、4回にソロホームランを打たれて4対0にされるわけだ、やっぱどうしても苦しくなるよね、うん、まあ追い上げたとはいえやっぱね、広島の攻撃陣、まあ、こうなかなか点を取るのは難しいっていうふうに考えると、うん、やっぱ3点までだね、ギリギリだね、ね、うん、それを意識して、まあ、投手陣頑張ってほしいなと思うよ、うんうん、やっぱ先発投手陣がクオリティスタートでずっと行くと、うん、まあ、中継ぎ抑えっていうのはしっかりしてるからね、うん、まあ、そこまではちょっと頑張ってほしいなっていうふうに思います。じゃあこれは広島が優勝するための課題というか条件だね、条件というか、はい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 、続いてヤクルト対阪神、うん、ね、ヤクルト、うん、サイスニード、高橋奎二、高梨、うん、で阪神の方はビーズリー、う
才木、西ということで、で1戦目9対1、阪神、はい、まあ上位打線が阪神はつながるね。まあ初回中野、森下、大山、うん、2回には梅野、下位打線から、まあ、近本がタイムリーで、2点目と2点を取るというね、はい、で5回には中野ヒット、森下ツーベース、大山ツーベース、佐藤ヒットで3対5対0、うん、で6回満塁から佐藤タトテルが、満塁ホームラン、ね、まあ、13安打9得点というすごい、うん、で1番から5番まで11安打、ビーズリーは5回1失点というもう完璧なゲームだよなこれは、ね、もう立ち上がりから、うん、で森下4安打、はい、1打点、うん、大山2安打1打点、うん、で佐藤輝2安打5打点という、もうクリーンナップがこうやってね仕事をしっかりしてくれるというね、うんうん、だから昨年みたいな、まあ、フォアボールも取れるようになってきてるし、うん、まあその中で下位打線、梅野、木浪で、うん、まあ、エンドランを仕掛けたりとかしてなんとかこうチャンスを広げながら上位に回そうとする、まあそういった戦い方もできるようになってきてるよね、うん、いやだから非常に阪神打線は好調というふうに言っていいと思うし、うん、やっぱなんといってももうみんなが知ってるようにセ・リーグの得点圏打率上位4人は阪神だから ねそれがすごいですよね。いやそれがすごい、うん、その中でクリーンナップが 1,2,3 位をね、うん、独占してるという ねだからこれはねやっぱこう阪神来るよっていうような、うん、でビーズリーも安定してたしね、うん、あいいよっていうような感じがするよね。で2試合目、はい、6対0阪神、うん、で初回近本ヒット、うん、まあ、中野が送りバント、はい、森下タイムリーツーベース、うん、大山タイムリーサトテルツーランホームランでもういきなり4点を取るというね。佐藤選手打撃が好調ですね。まあ好調だしやっぱこう一番が近本が出る率っていうのはやっぱ高くなってきてるよね、うん、で中野がやっぱ何でもできるし、うん、まあ、そこら辺でのそのバッテリーの揺さぶりで森下が返す、大山返す、佐藤がホームランという、うん、もう完璧な4点の取り方をして、うん、でまあ9回には森下を一塁に置いて大山がツーランホームランという、うん、でこの試合で試合をこう先発で投げたのが才木、はい、6回110球、うん、まあ、ちょっと球数多いんだけども、はい、8本のヒット、うん、5本の、5つの三振、うん、無四球無失点という、うん、でね才木もね苦しかったと思うんだよこの日ね、うん、でね球数が多かったっていうのはやっぱフルベースになることも多かったし、うん、でフルカウントになることもすごくたくさんあったんだけども、うん、やっぱ粘り切ったね、うん、いやこれを見た時にいや才木って大したピッチャーになったなと思った、うんうん、12勝3敗、ねね、防御率が 1.57、うん、これはねやっぱこうエースの仕事をしてくれたなっていうね、うん、ここに来て、うんうんうん、まあそういうことは感じそういうことを感じたね、うんうん、でヤクルトの方は、うん、まあ、立ち上がりにもう4点取られるとさ打っていくしかないんだよ ね、 そうですね、もう作戦の立てようがないというか、うん、まあ、何もできなかった、それと、まあ、何もやらせなかった才木っていうね、うん、まあ、ピッチャーがマウンドをしっかり守ってくれたという、うん、まあなんともこう頼もしいというか、うん、まあ、昨年の阪神の姿本当に見てるようなね、まあ、そんな感じの2試合目でした。はい、はい、まあ高橋投手ね今回は結構ね点を取られてしまって波がちょっとありましたね。まあそうだな、試合はそうだね、9敗目ということでね、はいはいはい、で3試合目、はい、5対3ヤクルト、うん、まあ高梨がね本当に久しぶりに勝ったというヤクルトね、はい、このヤクルトの勝利っていうのは高津監督が、うん、まあ、300勝という ね監督この日ね、はい、この日ね、うん、まあ、達成したんだけども、まあ、阪神を中心に話すと、うん、ゲームの入り方がちょっとヤクルトとはこの日は違ったなという感じがしたね、うん、で初回近本が盗塁を仕掛けるんだけどこれサインが
ちょっと違ったのか、うん、エンドランだったのか何だったのか、うん、でヤクルト側が外したんだよね、うん、だから中野も何にも反応できなかったんだけども、うん、で近本もスライディングすることなく、うん、もうアウトになってしまうんだよ、はい、だからあれなんかこうちょっと中途半端だなと思ったのと、うん、で中野がフォアボールで出るんだけど森下がゲッツーを打つと、うん、まあこれはもうしょうがないんだけどゲッツー打つっていうのはね、うん、一方ヤクルトの方は2回に、山田がファインプレーするんだよ、はい、前側のあたりをね、うん、まあ本当に目いっぱいのプレーをして、うん、まあアウトにしてくれる。その裏山田がツーランホームランを打つんだよね、うん、うん、ヤクルトなかなかねゲームの入り方がいいなと思って、うん、そしたら3回サトテルがエラーしてツーアウト1、2塁から沢井がスリーランホームランを打つ、ね、でこれもね西が低めに誘ってんだけど、うん、我慢して我慢してでも沢井の打席をずっと追っかけてるとさ、うん、やっぱ全球方向を投げられて三振するとか、うん、で低めのボールにとにかくやられてたんだけども、うん、この日は西の低めのボールを我慢して我慢してツーボールワンストライクからカウントを作って浮いてきたスライダーだったと思うんだけども、うん、それを完璧にスリーランするんだよね。だから高津監督がこう使ってる意味というかそういうのがすごく分かったよ。やっぱ魅力のある選手だわ、うんね、パンチ力もあるしね。プロ初本塁打というね、はい、記念すべき1号、うん、はい、ね、うん、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、で4回森下のツーランが、うん、まあ、出るんだけど、はい、やっぱね立ち上がりがちょっとねやっぱ行くぞっていうようなところでなんかあれサイン違いかみたいなこともあったりだとかエラーが出たりだとか、うん、まあエラーをねもう攻めるつもりはない、もう結果が全てだから、うん、いやだけどそのなんていうのかな入り方意識の問題これがねちょっとね今日はね足りなかったような気がするな、うん、ふわっと立ち上がっちゃったなっていうような、もうこう用意ドンっていうところがうまくいかなかったという感じですね。そうだな、うん、だからもったいなかったと思うんだよね、うん、ただこの試合で大山佐藤前川がノーヒットなんだよ、うん、でここまで好調で来てた、これが止まらなければいいなっては思うね。ね、ちょっとこの試合はみんな調子が狂ってしまったというような感じですか。じゃあそこをねそのままにならないようにうまく切り替えてっていう感じですね。まあそうだね、ただまあ1日あるから調整期間がね、うん、だからまあそこら辺でもう一度呼び起こしてほしいなっていうふうに思いました。はい、はい、でセ・リーグ最後、うん、巨人対 DeNA、うん、ね、この試合はね金曜日がもともとなかったんでこのカードは、そうそう、土日の2試合です、はい、で巨人井上メンデス、うん、で DeNA は石田佳乃、はい、ね、でこれ1試合目は3対2、うん、巨人、うん、初回オースティンタイムリーツーベースで先制、はい、6回丸の同点ソロホームラン、うん、これまでね全くうまくいかなかったんだよね巨人の攻撃が、うん、でバスターかけるんだけどゲッツー食らったりだとか、うん、でそれを救ったのが丸の同点ホームランというね、うん、まあ、しかし8回、バルドナードから佐野が勝ち越しタイムリーヒット、うん、これはうまかった ね、 ね、レフトにね、うん、で2対1、はい、でその9回巨人の守りじゃあ DeNA の攻撃、うん、マウンドに大勢を上げるんだよ、はい、これ初めてのケースなんだよね、ビハインドのゲームで、あ、ね、うん、抑えのエースを持ってくるというね、負けてる試合、ね、まあ、だから阿部監督の執念というのがすごく感じられたんだけども、うん、その裏、はい、攻撃ね、今度はねワンアウトから坂本ヒット、うん、ツーアウト一塁、うん、代打長野サードゴロ、サードは守備固めに入った柴田、はい、ああ終わったなと、9回裏ね、いやよくこんな試合勝てたなと思ったの、うん、DeNA が、うん、そしたらなんとエラー、うん、ファーストにちょっと低投しちゃって、ね、まあ、オースティンも取れずに、うん、もう残っちゃったんだよね、ね、ツーアウトからね、9回裏の、うん、そしたら中山ライト、ね、上がってきたばっかり2軍から、うん、まあ2軍で調子がいいということで、うん、そしたら追い込んだんだけど、うん、追い込んで落とすかなと思ったの、うん、森原が、うん、そしたらね、インハイに行ったの、
はいはい、うわあいいとこキャッチャー構えてんなと思ったら、うん、それを弾き返したんだよねこれはねでもね見事だわ、うん、あのねフォークが気になったらあの球っていうのは絶対詰まるんだけど、うん、でもね詰まり気味だけどしっかり打てたよ中山、うん、大したもんだった、うん、で12回これで同点に追いついちゃうんですね。そうそうそう、9回裏のツーアウトからの同点タイムリー、うん、で12回、はい、オコエがツーアウトランナーなし、うん、佐々木千早の初球をサヨナラホームランという、これねこれなんで、みたいな、そうそうそう、ツーアウトからねまた、うん、でねこの試合で巨人は19残塁だよ。で8四球もらってんだよ、うん、で14安打打ってて3点という、うん、まあこれはね信じられない勝ちだわ。え巨人の、ああ、まうん、であの DeNA にとっては信じられん負けかっていうと、うん、やっぱりもうクブクリン勝っててキャッチボールで終わるのに、うん、まあそこでやっぱこう低投してしまうというかね、うん、まあ、柴田はねいつも本当に助けてんだけど、うん、まあそこはちょっと信じられなかったね、柴田がああいうプレーをするって。ちょっと焦るようなケースでもなかったですよね。全く何もない。なんだかもうなんかあれかな、ほっとしたというか、いやまあプレッシャーがかかってきてるのかもわかんないけども、うん、ちょっと信じられないのと、で巨人も19残塁だよ、うん、まあこの日はね浅野にねすごく満塁のチャンスで回ったりとかいろいろして、うん、まあ浅野が1本打っとけば楽勝のゲームだったんだけども、うん、まあちょっと打てなくてね、まあ19残塁まで行ったんだけども、うん、まあ、その前にも坂本が犠牲フライとか岡本が犠牲フライだとか、うん、まあ、そういうのが打ててればこんなゲームにはなってないんだけどもさ、うんうん、まあ、その幸せが全部浅野に回っていっちゃったっていうところなんだけどもね、うん、まあでもね巨人にとっては救われたゲームだよこれは、ね、うん、ただね井上は頑張った、うん、やっぱ先取点とか取られたけれども、うん、でチャンスで、あ追いついてくれるかなとか、うん、逆転してくれるかなっていうようなところを全部ダメだったんだよね、うん、井上が投げてる時って、うん、でもねそれをねこう腐らずに本当に頑張って投げたわ、うん、相手に点をやらずに、うん、普通だったら流れが変わってあの点を取られるところなんだけども、うん、だけど本当に、ね、井上は頑張った、うん、本当成長したなっていうね、うん、だから井上の頑張りがあったからこそこのサヨナラにつながったという、うん、それとやっぱ阿部監督がマウンドに上げた大勢ね、はいはい、うん、これがあったからやっぱこうサヨナラに導いたのかなっていうような感じもするよね、うん、はい、DeNA はねもう最後の最後で2度ほどやられるような形になっちゃったね。まあそうだね、うん、でもね2アウトランナーなし、うん、バッターを越え、うん、まあでもパワーのあるバッターだし、うん、一発を考えるとあんなところに投げるっていうのはちょっと考えられんけどな、初球から、うん、まあ魔が差したっていうしかないと思うけども、まあね長い試合でこうね、うん、一等点がなかなか入りにくい試合だったっていうのもあって、まあそうだね、まあただ投手陣ね全部で8つのフォアボール、そうだよ8四球だもん、これはちょっとちょっといかんやな、いただけないですかね、はい、はい、ということで2試合目は 8-0 で DeNA どうしたすごい点差になりましたね、これね、まあ阪神とよく似てんだけども、うん、まあ、初回は岡本がいきなりエラーをするんだよね、はいはい、ボート投げて、うん、でメンデスが牽制で悪送球投げる、で海老名に四球、オースティンが先制タイムリーツーベース、うん、マキタイムリーツーベース、うん、もういきなり3対0なの、ね、うん、でまだまだ続いて宮崎フォアボール、山本フォアボール、うん、連続四球でもうピッチャー交代だもん、もう自滅というような感じですかね、そうそう、でワンアウト満塁から、赤星に代わってね、うん、京田が犠牲フライで4対0、はい、うん、で2回には2アウト1塁から牧がタイムリーツーベース、うん、もうこれでもいきなり5対0だもん、うんうん、ただね、まあ、この試合5対0でもチャンスランナーは出してるんだよね、うん、で、まあ、岡本に、まあ、万が一ここでスリーランでも出ればっていうケースはあったわけよ、うん、まあ、だけどそう簡単には打てないよね、うん、まあ、打たせることもできないし、うん、ただね攻守に岡本が元気がない、うん、
まあ昨日から。なるほど、うん、これがやっぱちょっと気になるな。で今日は若手中心、はい、まあ黄色が出たり浅野が出たり、うん、中山ライトが出たりとだとかね、うんうん、まあ、して、先発を組んだけども、まあだけどやっぱこのメンバーでじゃあ優勝を狙えるかというと、うん、ちょっと苦しいかなっていうような、そういう気はしたよ。あれですかね、ちょっとこう休ませるっていうような要素もあったんでしょうか。いやだから意識してるのは、うん、次の広島戦ね、うん、松田であるんだけども、はい、でね気になったのは今日は本当は日曜日は毎週菅野の日だったのよ、はいはい、で菅野をずらしたんだよね、うん、これ広島戦に持っていくため。いやだけど俺は一番今勢いがあるのは、うん、DeNA だと思ってるし、うん、やっぱバッティングの好調さを考えると、うん、やっぱここで菅野じゃなかったかなっていうような気がするんだよね。なかなか先を読みすぎると目の前の試合が厳しくなってくるっていうことですか。やっぱ菅野のリズムも崩れるだろうし、いやだからまあそこら辺は計算通りにいけばね、うん、いいだろうけども、うん、俺はどうなんだろうなっていう心配は出てきてるね、巨人に対して。まあ、巨人にとっては新しいカードの頭をどうしても取ろう、うん、しかも注意争いをしているチームっていうことも考えてですかね。それもあるだろうね、うん、ただそのやっぱり広島に苦手意識っていうのもあるのは確かだと思うよ、うん、こうやってピッチャーをずらさなきゃいけないっていうことがね、うん、じゃあそこに照準合わせてきてっていう。まあそうだね、なかなか難しい、まあ、うん、だからまあそういうこう戦略的なことが表に出るか裏に出るか、これはまた次の3連戦を振り返るでまあ話せると思うけどもね。どうなんですかね、逆に今まで戦ってきたスタイルを変えない方がいいっていうケースもなくはない。でもここに来てるからもう逆にそう戦略的にしていった方がいい、この終盤。まあでも菅野はまあ菅野はね、うん、やっぱあの最多勝争いもしてるし、うん、まあ、セリーグの中では一番今安定してるピッチャーだよね、うん、そこに上位のチームを争ってるチームに当てるっていうのは気持ちはわかるんだよ、うん、ただ勢い的にはどっちなんだっていうとさ、うん、やっぱり DeNA だったと思うよ俺は。あ、今のね広島のチーム状態とか、うん、そうそうそう、いろいろ考えると、うん、それがまた難しいけどな、ね、難しいけどな、その時その時のね、うん、これはやってみなきゃわからないからさ、何とも言えないけども、うん、でもそういう心配は俺はちょっとしちゃったな今日。なるほどね、はい、はい、というセリーグでした、はい、ね、うん、はい、パリーグです。はい、はい、こうなりました。はい、はい、全部2勝1敗になりましたが、はい、日本ハムとオリックスは日本ハムが2勝1敗の勝ち越し、はい、ロッテと楽天は楽天が2勝1敗の勝ち越し、はい、ソフトバンクと西武が西武2勝1敗の勝ち越しになりました。はい、はい、ということで、うん、ね、日本ハム対オリックス、うん、ね、日本ハム金村、はい、加藤、北山、うん、オリックスはカスティーヨ、ソタニ、宮城というね、うん、いいピッチャーが投げる ね、はい、で初戦、はい、3対2、日本ハム、はい、これね投手戦で金村とカスティーヨが投げ合って、うん、まあ、非常に投手戦でね、5回西野が先制タイムリー、うん、6回日本ハムの攻撃、うん、横山のエラー、三塁手ね、はい、まあ、19歳の選手だけどもさ、はい、で水野がヒットで続いて、うん、ノーアウト1、2塁、うん、水谷どうするかなと思ったら、うん、やっぱ勝たなきゃいかんからなと思ってバントでもさせるかなと思って、うん、初球バントの構えしたんだけど、うん、せずに、うん、あ、これやっぱ強行かって、強行行ったら、うん、なんかボテボテのピッチャーゴロになってバントと一緒だったんだよね。いやいや、もうびっくりしたわ、本当にこんなバントあるかみたいな、うん、でワンアウト2、3塁、まあ、ゆたくさん現地にねこの日行ってみてたもんね。そうなんだ、うん、で後頭のカスティーヨをここでね、うん、変えるんだよ、うん、6回に、はい、ね、でこれね日本ハム打線はカスティーヨに対して、うん、もうね本当にね翻弄されてたような感じだったんだよね、うん、だからここで疑いに変わるんだけども、はい、ラッキーだと思ったと思うよ日本ハムは、うん、やっぱまっすぐのフォークだ
フォークのピッチャー、うん、カスティーヨはものすごいボールが動いてたのよ、はい、で絶好調だったのよ、うん、なんでここはもともとの予定って、ただね思うのは、うん、カスティーヨはバットには当たるんだよ、うん、はい、ニパームの選手は、うん、なんて言うんだろう、ヒットにはならないけども、うん、だけどここはやっぱりね、ワンアウト2、3塁で三振が惜しかったんだと思うよ、うん、だから宇田川、三振が取れる宇田川を持ってきたんだと思うんだけども、その系統っていうのはどう思いました、宇田川さんは。いや俺はバッターからするとラッキーだと、うん、カスティーヨよりは宇田川の方がなんとかなるかなっていう、うん、いや全く翻弄されてて狙い球も絞れない、うん、そういう状態で投げてたからカスティーヨがね、うん、で変えてくれて、で浅間がもうワンバウンドでセカンドの頭を超えるタイムリーヒットを打って逆転してくれるんだよ、うんうん、だから三振狙いだったけども三振は取れなかったというね、うん、まあ、しかし、はい、2対1でいってて、うん、8回田中正義がセーブシチュエーションじゃなくて8回に出てきたんだよね、うんうん、そしたら大谷同点ホームラン、うん、金村の勝ちがなくなるんだよ。で金村って、うん、まあまあその CS 争いとか2位とかまだ優勝もっていうような話の中で新人王がかかってんだよ ね、うん、でこれで勝ちがなくなったっていうのはね、うん、なんともなんかこう悔しい感じがするんだよ ね、確かに、うんね。しかし9回、はい、まあ同点からね、うん、まあ、水谷がフォアボール、うん、水谷もねワンスリーから振りに行くんだよね、うん、ボール球じゃんみたいな俺大丈夫かみたいな、そしたらフォアボール取ってくれて、はい、でダイソー磯畑、はい、これねピッチャー変わってるんですよね、うん、この9回からね、誰だっけ、マチャド、あマチャドね、球が速いね、はい、うん、で浅間、はい、ね、バント失敗、はい、イエーみたいな、そしたら、うん、清宮の初球スチール、うん、成功。もう磯畑選手はね、いやこれね初球に価値があったっていうのはなぜかというと、うん、清宮がね早打ちなんだよね、はい、だから早いカウントのうちに走ってくれたっていうのが助かったのと、うん、やっぱこういう局面でバント失敗の後足で進んでくれたっていうのがすごく大きかったね。結果バントしたのと同じ、そうそうそう、ことになるからね、はい、うん、で清宮が申告敬遠、はい、でレースがショートゴロ、うん、2アウト2、3塁になって、うん、ここでまた上川畑が渋いね、フォアボールを取るんだよ、7球粘ったすごい、いや本当に、うん、もう本当際どいとこ際どいとこ投げられてこう粘って、うん、で2アウト満塁からマルティネス代打ね、はい、奈良間選手に代わって、そう、はい、押し出しのフォアボールで、まあ、柳川がプロ初勝利というこのさよならね、うん、だけど際どいところ際どいところ投げてたんだけども、うん、やっぱね見てて審判が右バッターのインサイドってあんまり取らなかったんだよね、うんうん、だからマルティネスもそれ見てて見逃してたのかどうか分かんないけど、うん、やっぱマチャドはかなり怒ってたよ、あストライクじゃないかっつって、なんでだってなんでだって、うん、まあだけどトータル的にあの審判はインサイドにちょっと厳しかったから、うん、それも統一されてたよね、別にね、マチャド投手に対してだけではないってことですね、うん、そう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 、うん、だけどよくマルティネスがよく見たなっていう、うん、それは分かってたのかな、そういうことでも分かってたかも分からないし、うん、まあちょっとシュート回転でボールに見えるんだろうね、だけど1球も振らずに、まあ、ヒーローになったというすごい、あまあだけどこういう競り合いがね、うん、まあ、取れたというのは大きかったね、ね、柳川投手もプロ初勝利おめでとうございます、そうおめでとうございます、はい、ね、よかったね、うん、で2試合目、うん、5対1、日本ハム、はい、2回ツーアウト2塁、うん、万波がねもううまくフォークをすくって先制タイムリーを打つ、うん、ね、それまでね曽谷っていうのは外に落としてたんだよフォークボールを、うん、それが引っかかって内にスライダーみたいに来たんだよね、はい、それをね万波が本当にまぐった、うん、で4回には2アウト2塁から伏見がタイムリーツーベース、うん、まあ、レフトオーバーね、はいはい、で5回にはあ松本剛フォアボール、うん、はい、清宮が内野安打、うん、ショートへのね、うんうん、マルティネススリーランというね、まあこれで勝負がねピシャッと決まっちゃうんだけども、うん、
この試合でねすごく感じたのは、まあ、特に左バッターがボールを引きつけて三遊間に打つケースが多かったんで、うんうん、清宮もそうなんだよね、うんうん、やっぱね苦しい時にやっぱこうなんとかしたい時に、うん、やっぱ三遊間っていうのを意識してたのかなっていう、うんうん、上川畑もエンドランで無理やりショートに持っていってランナーを進めたりだとか、うんうん、まあそういうことが非常にチームを通じて感じられたね。なるほど。だから本当につなぐ意識が強いんだなっていう、まあそういうことを感じた、うん、で加藤、はい、ピッチャーね、はい、7回96球、うん、6安打2三振1四球1失点という、うん、もうこれはキャリアハイの9勝目すごいよ ね、まあ8勝が今までの最高だったんだけど、うん、その壁を越えて9勝目、はい、これまあ今年はね2桁見えてきましたね。あ、2桁してほしいなっていう ね、あ、思いがあります。ねえ、この日もフォアボールは1個というね、はい、加藤投手らしい、うん、はい、はい、で3試合目、うん、5対4オリックス、これはね経験かな。どこのいや北山あ、ね、あ、やっぱね、うん、こういう試合っていうのはやっぱこうプレッシャーもかかるし、うん、やっぱ初回っていうのは特に、まあ、大事に入ろうとするんだろうけども、あ、まあ、初回硬かったね、うん、あ、まあ2つのフォアボール、はい、で満塁にされて、まあ、西川がタイムリーというね、うん、だからまあこれを見ても、まあ、その後頑張ったけども、ね、ダラダラっと点を取られるんじゃなくてこの1点だけに、そうそう、ノーアウト満塁だったりするからね。そうそう、止めたけどもやっぱこう作られ方というかさ、うん、まあ、そういうものがすごくこう経験値がちょっとは薄いかなっていうような感じはしたよね。なるほど、うん、やっぱり2つのフォアボールなんていうのは北山っていうのはそんなに出さないピッチャーだから、うん、まあ、ちょっと硬かったのかなというね、うん、まあ、そんな感じがするし、うん、まあ、3回4回にはそれぞれの先頭バッター西野セデーニョに対して、うん、まあ、ソロホームランを浴びるというね、ね、うん、まあ、それも北山の得意なまっすぐであればいいけども、いずれも変化球をうまく打たれて、うん、ホームランされたというね、うんうん、で宮城、はい、ね、ピッチャー7回3分の2、うん、125球、うん、6安打11三振3四球1失点という、うん、いやーこれはやっぱね気合い入ってたね。すごい入ってましたね。いや入ってたし、やっぱこうボールのキレというかさ、うん、まあコントロールもそうだけどやっぱ見事だったね、うん、やっぱなかなかやっぱこう打てないわこのピッチャーはね、うん、で8回2アウトから2アウト2塁から、うん、まあ、あのレイスにね、まあ、タイムリーを浴びるんだが、はい、だけど、うん、ピッチャーが変わってからは、うん、9回に万波がツーベースヒット、うん、2つのフォアボールで満塁、うん、水谷に2点タイムリー、清宮がワンアウト2、3塁から同点タイムリーで同点するんだよね9回にね、うん、いや感動的でしょ。9回裏もう大盛り上がりだったよ。そうそうそうね、うん、で延長に入るんだよ。そうよ。で10回、うん、まあ、柳川がやっぱプレッシャーなんだろうねこれね。ヒット1本と、うん、2つのフォアボールで、うん、まあ、ノーアウト満塁になるんだよね。そう、セカンドへの内野安打、そう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 、まず行って、はい、ノーアウト1塁からフォアボール、そう2つのフォアボールね、はい、出てノーアウト満塁になっちゃうんですね、はい、でここで池田に変わるんだよ、ピッチャー交代ということで、うん、で2アウトまでねうまく持っていくんだけど、うん、まあ、この日ホームランも打ってる西野にね、うん、レフト前にうまく打たれたな、うん、決勝打を、ね、勝ち越しの1点ね、うん、ただ俺が残念だったのは、うん、9回に清宮がワンアウト2、3塁から同点タイムリーを打って、あ、そうそう、はい、でここでね一塁をオーバーランして走塁死になってんだよ ね、これ、まあ、次の塁を狙って、うんね、そうそう、うん、だけどその後にレースマルチネスって続くからさ、うん、これ清宮が一塁にいたらやっぱ2人ともホームランっていうのは相手も考えるだろうし、うん、まあ、非常に嫌な場面を迎えたと思うんだけども、ここで走塁死をしたがためにランナーなしになった、うん、まあ、ここで延長に入ったっていうのが、うん、ちょっと残念だったね、流れを切っちゃったっていう意味ではね、うん、だから一つの
まあ、これからは走塁だとか難しいけども、うん、まあそのあまりね次の塁を狙おうとして、うん、積極的なところをこう攻めてもね、まあ、仕方ないけども、やっぱこういうところはすごくこれからもっと大事になってくるからね、うん、だから判断よくね、うん、やっぱジャッジしないとね、まあその時の勢いでね、うん、次のようになってしまいたい気持ちはよく分かりますけどね、分かる分かる分かる、うん、ねえ、ね、まあまあでも勝ち越したからね、そう、はい、まあということでね、この試合は延長の末、はい、残念な試合になってしまいました。はい、はいはい、続いて、うん、ロッテ対楽天、はい、ロッテは西野、うん、小島、佐々木朗希で、楽天は早川、岸、内、うん、ね、まあ、ここは3位、4位のね、もう A クラス争いの大事な戦いですかね、はい、はい、で1試合目、まあこれ2対1で楽天、うん、はい、早川が左腕で、うん、10勝という球団初ということでね、お素晴らしい、ね、よかった ね、 ね、本当にね、うん、一時期ファームに行ったりとかね、うん、まあ、した時期もあったけども、うん、まあ上がってきてからは本当に安定してるわ、うん、で、まあ、8回3分の2、まあ、あと1人というところで、うん、まあ、変わっちゃうんだけども、はい、126球4安打6三振1四球の1失点、うん、ね、則本に、うん、ね、まあ、最後の1人を託すわけだけども、はい、1点取られたから、うん、あ、頭が叩かれてたけど嬉しそうだったね、はい、まあね、この1点差の試合になってるからまあまあそう、ね、ちょっと怖いですもんね、はい、そこはしょうがない。で、はい、一方西野、うん、7回103球、うん、6安打、5三振2四球2失点というね、うん、で、まあよく投げたな、クオリティスタート、うん、でしっかり投げ切ってるなっていう感じはするんだけどもさ、うん、ちょっとね、打たれ方がね、ちょっともったいない。うん、4回先制の場面、安田、ね、ここのタイムリー、うん、全球フォークでいくんだよね。うん、まあ、確かに安田もフォークは苦手なのかもわからない。うん、まあ、だけど、なんていうの、全球フォークだとさ、うんうん、それなりに対応はしてくるだろうなという。同じような感じで来る、ね、そうだね、うん、だから一球どっかでまっすぐ挟むとかさ、うん、違うボールを挟んでいるとこの先制があったかどうかっていうのはね、うん、まあ裏を変えてももう次はフォーク来ないだろうみたいなところなんですかね。まあまあそうだよねで6回、まあ、浅村がソロホームなんで追加点を取るんだけども、うん、ここもスライダーを続けるんだよね。まあまあこれはもうしょうがないかもわからないけど、打った方がね、まあ、うまかったのかもわからないけども、まあ、ちょっともったいなかったな、うんうん、まあロッテは9回、はい、外がタイムリーツーベースで、うん、ね、1点を返す、うんうん、だけだったんだけど、うん、まあでも外が触れてきてるから ね、 ね、うん、ロッテはなんかちょっと心強いなっていうふうには思いました。はい、はい、で2試合目、はい、4対1、うん、楽天という、うん、初回フォアボールのランナーを置き、浅村が2試合連続のツーランホームラン、うん、ねえ、ね、4回には伊藤幸也、はい、小島輝、はい、ソロホームラン、うん、ね、9回には安田がソロホームラン、うん、全得点がホームランということでね、うん、でこの試合を投げたのが岸、はい、6回86球2安打2三振2四球無失点という、うん、やっぱ味があるね、ね、ベテランは、ね、うん、やっぱまっすぐのインハイの使い方、うん、チェンジアップの外への落とし方、うん、まあ非常に味があるなっていうような感じがするよね、うん、で小島、はい、5回、95球3安打、うん、5三振4四球3失点というね、はい、うん、ちょっと三失点、まあね、攻められないけども、もっと4四球というか、まあそうだな、まあ立ち上がりとかね、当たりですかね、まあ、もう少しね、うん、まあ前日に当たってるバッターに打たれてるというね、浅村とかね、うん、だからまあそこら辺がもうちょっと慎重に入るといいなっていうふうに、まあ、思ったけども、うん、ただ7回、まあ、1点をこう返す時に、うん、まあ、中村翔吾の当たりがね、まあ、エンタイトルになって1点しか取れないとか、うん、まあ、運もなかったな。これがエンタイトルでなかったら2人ぐらい帰ってきたかなっていうような感じがするんだけども、うん、
まあだけど、なんて言うんだろう、まあこういう運もちょっとこの日はなかったのかなっていうような感じがするよね。ね、まあ初回最初にフォアボールで、その後の浅村選手のホームランっていうのが一番大変だったですね。まあまあそうそうだな。うん、まあこの日はね、外が3番、ポランコ4番。うん、これもね、打線の流れから言うとあんまり良くなかったんだよね。ゲッツーを食らったりだとか、だからまあここら辺3、4、まあ普通外が4番打ってたから、まあ外4番でもいいのになと思いながらは見てたけどもね。うん、はい、はい、で3戦目、9対5ロッテ、この試合は佐々木朗希うちの投げ合いで、佐々木朗希5回987安打7三振4四球の3失点、うち4回3分の1 62球6安打3三振2四球6失点、まあ2人ともあまり良くなかったな。ちょっとヒヤヒヤしますね、この数字だけでも。やっぱりこう4つのフォアボールって佐々木朗希ね、まあ本来こうコントロールのいいピッチャーなんだけども、まあこんなに出すようなピッチャーではないけども、やっぱこう吉井監督いわくまっすぐ操れてなかったという、自分のもんにはなってなかったというね。まあ打線が頑張ってね、逆転をしてくれたから良かったものの、7安打というのもちょっと多いですね。まあちょっと多いな。まっすぐがね、結構しっかり捉えられるようになってきてるね。でまあその高部とか初回なんかは角中とか、まあ外野の守備で助けられてね、まあ5回までいけたと思うけども、ああいうファインプレーだとか ホームで刺してくれなかったりとかすると、ちょっと早い回に降りた確率も高かったね、今日の佐々木はね。まあ、それ以上に内が取られるからね。ただそれを打ったのが、まあ、3回、まあ、藤原小川の若手で、まあ、逆転という ね、5回にはワンアウト2塁、辰巳タイムリーツーベース、ツーアウト1、3塁から渡辺がタイムリー、まあ、しかしその裏、ロッテはワンアウト満塁から外タイムリー、ポランコタイムリーというね、まあ非常に打線がこの日は活発だったんだけども、1番に小川を入れたんだよね。でいつもロッテは岡がいない状態の時に1番でずっと苦しんでたんだけども、まあ小川を入れることによって少し落ち着くかなという、まあ、そんな感じがする。やっぱりしつこいし、粘れるし、出塁率も高いということで、まあ藤原も9番に入れたけど今日、まあ3安打ということでね、まあ非常に思い切りのいいバッティングも見せてくれたし、2打点でね、まあ外が当たってきてる、でまあポランコもいいという、で荻野もまあ当たってるというね、だからそういう意味では打線はこれからロッテは復活してくるかなという。ね、藤原選手もまた上位に上がってきてっていう感じもあるんですかね。そうだね。で楽天の方は今日はね、まあ、佐々木朗希ということもあって足を絡めた盗塁4つぐらい試みてるんだよね、まあ、それ全部成功になってるんだけども、いやだからそういう特徴を生かしながらね、まだまだこの戦いは分からないなっていうような感じが、ただ打線的にはどっちが当たってるかっていうとロッテが当たってきてるね。今日なんて15安打ですよね。まあそうだね、まあ、それとやっぱ外とポランコが安定的に打線に入れるっていうところが、まあ非常に強みかなっていうふうには思うね。はい、はい、という佐々木投手は今季8勝目ということでね。まあそうだね、はい、はい、ということでした。はい、最後ソフトバンク対西武、ねえ、ソフトバンク有原、スチュワート、松本春、で西武は渡辺、今井、竹内というね、はい、でまあ初戦は1対0西武、はい、有原ね、この前なんかこう最近非常に悪いんで、そうそう、まあもう宣言してたよね、今日の登板はって。まあでも有言実行で8回104球、7安打6三振1四球1失点、
佐藤龍生の、まあ、4回に打たれたソロホームランだけだったんだけど、うん、負け投手というね、なんかね、まあ、皮肉な結果にはなるんだよね。本当にいつの間にか7敗目になってしまいました。で渡辺雄太郎、うん、で5回91球4安打1三振4四球の無失点という、うん、ちょっと足に違和感が、まあ、多分つったんだと思うんだけども、ね、まあまあ降りちゃって ね、うん、だけど、西武の投手陣が頑張ったという、うん、でね、この頑張った中で、うん、まあ、ソフトバンクのクリーンナップ、はい、栗原、山川、近藤、うん、まあ、この辺りは打たれてもしょうがないと思うんだけども、うん、この日は周東5打数ノーヒット、今宮を5打数ノーヒット、うん、クリーンナップにつながせないんだよね、うん、だからこの1、2番を抑えたっていうところに完封劇があったと思うんだよ。なるほど。で、そのクリーンアップを打たれるって言われたよね、うん、だから栗原、山川、うん、近藤、うん、まあ、ここら辺は今度はじゃあランナーがいなかったらチャンスメイクに来るんだよ、はい、ね、そしたら6番に入ってる正木も抑えてるんだよこの日は。なるほど、うんうん、で点を上げてないという、うん、まあ、打線が寸断されたという形になったんだけどさ、うん、だから非常にこう、クリーンアップには打たれてもいいけども前後に打たれるなという、まあまあ普通、まあ大体そうなんだけども、うん、でもそれがしっかりこの日はできたというね、うん、まあそういう試合でした。なんと 1-0 という試合でしたね。え、ほんとね、まあでも西武の投手陣はいいから ね、ハマった時にはね、うん、はい、ということでね、はい、渡辺投手が3勝目そう、はい、いやもっとねこれはねご褒美でもっと勝たなきゃいけないピッチャーなんだけど ね、 本当ね、援護点があったら勝てるんだけども、うんうん、まあでもこういう試合もね良かったと思いますよ、はい、勝って ね、はいはい、で2試合目、うん、3対2西武また1点差で、はい、うん、まあ、初回近谷の犠牲フライで先制、うん、西武はねこの日足を使って攻めてれば、うん、まあ、長谷川源田初回に盗塁を仕掛けて成功させるとかね、うんうんうん、まあしかし3回牧原がソロホームランで同点で近藤がツーアウト1・2塁からタイムリーで逆転で2対1、うん、で8回西武の攻撃は西川がツーアウト2塁からタイムリーで同点、はい、9回には殿崎が通算100号プロ入り、ね、で勝ち越しホームランで、まあ、勝利をもぎ取ったという、うん、ね、殿崎選手おめでとうございます。おめでとうございます、ね、もうこの、まあ、非常に ね、率とかそういうことから考えると苦しんでるシーズンなんだけどもね、まあまあアップルパンチというね、うん、ということで100号に持ってきましたこれがまた勝ち越しのね、はい、ホームランになってよかったです、うん、そうだね、はい、でまあなかなかソフトバンクの方も思い通りに点が取れないというね10安打で2得点そうなんだよ、うん、まあその中でまあ昨日その前日もね、うん、まあ正木を抑えるって言ったんだけども、うん、この日も正木が5打数ノーヒット、うん、まあチャンスで回ってくる6番ソフトバンクはやっぱ6番がキーだなっていうね、うん、まあそんな感じがするしやっぱ6番が打たないとなかなかこう点になってこないね、うん、それか1、2番が出てしっかりクリーンアップが返すとか、うん、じゃないとこう寸断されたような状態でチャンスが6番に回ってくるとやっぱ6番が打たないと本当に点にならないわ、うんうん、だからまあここら辺はちょっと、まさに頑張らないと ね、うん、まあよく頑張ってると思うけども、うん、やっぱこうちょっと頑張らないとなっていうね、うん、まあ、それとねちょっと心配なのは、はい、8回杉山が1失点、うん、まあ、8回の投手なんだよね、まあ、だんだん手薄になってきてるのが後ろの投手陣なんだよ、うん、で9回はヘルナンデス、うん、おそらく抑えのピッチャーに今してると思うんだけども、うん、ここも1失点、うん、で負けてるんだよね今日逆転負けをしてるんだよ ね、 そうですね。だから抑え不在がこう心配されるという、うん、でこのままクライマックスに入っていくと、うん、まあ、このまま入っていくっていうことはな多分ないとは思うけども、うん、ちょっと不安点が見つかってきたよね、うん、で今まではまあその松本がいてね抑えにいてくれたりだとかしてるんだけどやっぱり1人かけ2人かけするとさいやちょっとそこら辺が不安になってきてるのかなというような感じがするよ ね、 ね、はいはい、で3戦目、うん、3対1
ソフトバンク、ね、うん、これ松本春というのと、まあ、ルーキーの竹内、うん、ね、松本春5回3分の2、うん、99球3安打8三振1四球1つのデッドボールに1失点、うん、まあ非常に良かったね、うん、やっぱね投げっぷりも良かったし、まあ、もちろんコントロール、うん、あとスライダー、うん、あー外に逃げていくね、これがやっぱ抜群のキレだったね、うんうん、で2回近藤がヒット正木がヒット、うん、よかったね正木ね、やっと出た ね、 ね、うん、で甲斐が2点タイムリーという、うん、で2点先制という、はい、で3回には、松本春がね、うん、2回裏に点を取ってくれた、はい、その表、うん、3回表、うん、どういうピッチングを見せるかなと思ったら三者三振、うん、ね、もうお見事だよ、ね、点を取ってくれた後にすぐ点をやるかと抑えて帰るかはやっぱこうやってゲームが締まるんだよね、うん、やっぱりね、だからまあそこら辺を3人を、三振取って帰ってきたっていうのは、まあ、見事だったね、うん、で竹内7回109球6安打6三振四死球の1つのデッドボール2失点という、うん、で竹内も頑張ってたんだよ、うん、セーフティースクイズとかね、まあ、そういうのも5回あたりに仕掛けられたけども、うん、グラブトスとか、まあ、コーフィールディングでしのいでいったけども、まあ、援護点がないね、ねえ、ちょっと辛いな、本当ね、まあ、ちょっと負けが込んできてるな、ちょっといつの間にかね、うん、竹内投手は今回今日の負けで7勝6敗ということで、ちょっとね勝ちと負けが1個しか、うん、1個の貯金しかなくなってしまいましたよ、まあ、防御率はね、まあ、そんなに悪くはないと思うんだけども 2.35、うんうん、まあだけどちょっとやっぱ勝ち星がね欲しいよ、でまあパ・リーグの新人王争い、うん、小田島金村、うん、竹内なんだよね多分ね、でこれがやっぱ小田島がやっぱ防御率が0点台だから、まあ、非常にクローズアップされてきてるというね、だから先発でしょ竹内は、だからやっぱもう10勝ということをねやっぱ到達させないとなかなかこうタイトルには手が届かなくなってきてるかなという、まあ、そんな感じがします、はい、はい、でね、うん、この試合また杉山が8回に投げるんだけども、うん、ランナーを置いて、ね、周東の大ファインプレーで助かってるんだけども、うん、ちょっとやっぱここら辺がソフトバンクの課題かなっていうのをね、なるほど、まあ、そんな感じがするね、まあ、周東が取ってくれたから良かったもののさ、うん、まあね、取らなかったら大変なことになってたかもわからない、うん、さすがだね周東って ね、はい、はい、まあ、そういう3連戦でした、はい、ね、ただ今日勝ったことによってソフトバンクのマジックが13というね、はい、まあ、減りました、もういよいよ一桁に入ってくるかなという ね、まあ、そんな感じがするし、まあ、8ゲーム差日本ハム、はい、その下 4.5 ゲーム差でロッテ、はい、2.5 ゲーム差で6点、はい、3ゲーム差でオリックスというふうになっています、まあ、オリックスはちょっと苦しくはなってきてると思うけどもね、ここのね3、4、5位がどうなるんだろうというところから、うん、まあね、まあそうだね、うん、いやだから、まあ、日本ハムもね、うん、まあ、ゲーム差はあるとはいえもう本当に気がポッと緩んでしまえば、うん、もうすぐ逆転されるというね、うん、まあ、ロッテも本当に状態を上げてきてるっていうふうに感じた3連戦だったし、うん、まあ、4連戦楽天とかね、そうそう、まあ、だったし、まあ、これからやっぱこう西武と、まあ、ロッテはこうゲーム数残してるんだけど、いやだけどやっぱ西武がいい野球になってきてるし ね、ちょっと難しい、簡単ではない、うん、ね、それと来週、ね、来週っていうか火曜日ね、はい、火曜日から、はい、カードセリーグだけでいい、中日ヤクルト、はい、阪神 DeNA、 阪神 DeNA なぁなぁっていやいやこれは本当に面白いと思うよ、ね、阪神甲子園で、はい、ねえ、どういう戦いになるか、まあそうだね、 DeNAね、え、負けられないしね、阪神ももちろん負けたくないしね、まあ表が全部来るからね、DeNA はね、もう DeNA はここでどれだけ阪神との戦いで勝っていかないと、そうだね、3位4位がここでもう大変な争い、2ゲーム差なんでね、いやでもね、ここでね仮に阪神が3連勝するとするとやっぱね、こう2位ぐらいに浮上してるかもわかんないね、いや、ひょっとしたら、ね、うん、可能性はある、広島とは
1.5 ゲーム差なのでね、うん、で DeNA がここで3連勝したら優勝の目がね本当出てくる DeNA ね。 DeNA がということはもうここは本当に大事な、逆に言うとここ落としちゃうと DeNA はね A クラスからちょっと離れてしまうから、いやそう大変ですよ、うん、だからもう本当命をかけた戦いになるというね。命かけ戦いだ、本当よ、本当だ。で広島と巨人でしょ、うん、広島の状態がちょっと上がってきてないから、うんね、どうなのかということだけども、うん、巨人もね決していい状態ではない。なるほど、だからどっちがきっかけをつかんで調子を上げていくかだね、うん、まあそういう3連戦になると思います。わかりましたよ、はい、はい、まあそういうことで、はい、ね、まあ来週は本当にね上位4チームが戦うから目が離せないね、うん、はい、まあ熱い戦いを期待してます。はい、はい。